お疲れ様です。ラッタス教授、こちらペッカコブジャやっていきます。さあ、もう玄関が最強デッキです。一押しのデッキというわけで、もう考えることを諦めました。はい、まあ、今シーズン残り何日かあると思うんですけど、まあ、トロフィーあげたいよと、頑張りたいよと、ちょっと1位目指したいんじゃね俺って思った方、ペカゴブジャイ使ってください。久々にね、ちょっと真面目に解説しようかなと思います。はい、まあペッカあったらもうショートペッカ出しちゃって OK なんですけども、ないんで適当に回すか。なんかもう初手ゴブジャイとか初手ペッカが当たり前な時代になっちゃったんですよね。結局それでその攻めが通らなくても進化が回るんで強かったりするんで、今回相手ペッカラムの可能性が出てきたね。ベビドラタルババってなったらもうこれにさ、姉妹ペッカつけてさ、正直運ゲーしちゃってもいいんですよ、進化が回るからね。まあ丁寧にいきます。縦の戦士とトリトンがあるんで、まあ引っ張って縦の戦士でケアできてペッカ延命できたらより強そうだよね。まあ間に縦戦挟むだけでも強そうですけど、それめんどいよね。まあでもこれペッカやれる。いや、これでね、端前に思ったよりペッカ溶けんな、思ったより溶けたけど、エリクサーのアドというものはあったりしそう。え、これで今ゴブジャイつけると博士とライトニング、まあタルザップペッカとかあんのかな。めっちゃきつくね相手で。レイジつけて考えようや。もう考えてないんだけど、それはね。はい、簡単。もうこんなもんなんですよ。これでこんなもんなんですよ。本当にみんな考えすぎなんでね。なんかもうペッカいねえやん、いっちゃいゴブジャイゴブリンシュタインレイジ。はい、相手はねここから頑張ってラムライダーを通さないといけないんですけど、で俺はちょっと暇なんで降りに行っちゃおうかな。であれを守れるかどうかって話ね。守れると、もゴブリンシュタイン出して守れるかな。いやマジで、そのみんな同じではあるんですよね、正直やること。だってこれが強いんだもんっていう、仕方ないよ、これが強いんだからさ、みんなやるよね当たり前にね。だいぶ悲しい環境ではある。まあまあ、そのさ、危なそうなやつだけね倒してしまえばね、元気して。俺はヤナメレイジが一番のか、181ね。まあゴブジェムいっちゃってもいいけどね。なんかどうせヤレイジであれ落ちるよ、落ちないんかな。はい、諦めましたね。まあみんな環境もペッカがまずゴブリンシュタインを組んで、そこからラムライダーを飛ばすのか、ゴブジェをつけるのか、まあ、バルーンを飛ばすのか、なんならスケルトンラッシュを打つのかみたいな、結構もうそんなとこあるんでね。はい、おとなしくペッカゴブリンシュタインを組みましょう、組んでから考えましょうっていうね。正直なんか攻めのだから、そんな違い的なのはねあんまないんですよね、みんな。まあ、なんか防衛でね多少違いが出るぐらいで、世界上位に上がってる人たちは何がうまいって、まあ多分その防衛がうまいんだと思うんですよ。攻めはね別にやってることもなんかしょうもないんでね。言っちゃえば、ほんと言っちゃえばしょうもないんでね。ペッカにゴブリンシュタインつけてレイジ打ってるだけなんで、はい、そのまあ形の組み方とかをそこだけ知れば、本当にまあ誰でもね世界上位ある程度は目指せるんじゃないかなという壊れデッキではあります。さえまあ俺暇だね。なんか相手ラムか、高回転ラムか、ロケット投手のねゴブリンシュタインか、なんかケツペして、なんか逆サイゴブリンシュタインなんちゃらとか来るのがだるいんで、まあ、ちょっとだけ丁寧な立ち回りをしちゃってる俺がいますけど、ケツペします。でこれはロケ砲の逆サイにね行きたかった。これでロケ砲無駄にできるというか、まあ近畿はね、されたらされた、え
されたらされたというかできちゃったよ。でまあゴブリンシュタインつけてもよかったんですけど、なんか進化を一旦回したいなの。はい、でこれでね言ったら進化回せました。まあ今やらめってたらもうちょっとダメージが入ったかもしれないんですけど、もう俺今進化を回したかっただけなんで。はい、ラム縦線ボンで耐えれるかな。でまあなんかちょっとぐっちゃぐちゃな立ち回りにはなってんですけどね。はい、冷静なケツペで、意味のないスキルを使ってマジ意味のなかった。本当にさ、もう何も考えてないってこういうことなんですよね。まあ、でもこれでさゴブリンとかがもっとはみ出てさ、いい感じにダメージ入ってくれたら嬉しいんですけど、まあ右が入ってるからいいかっていうね。え、入りすぎじゃね、勘弁してよ。はい、もう一回冷静にね。まあ嫌なのは8枚ゴブリンシュタインからのラムとかね、来ましたね。まあちょっと痛いけどペッカが右に、え、右に行かないそれ、行ってから考えるか。これ進化スキルがあるない、もう一回ゆっくり行くか、冷静ね。だから右サイドが気づいたら削れちゃってたんで、これ止まんのかな。なんかよくわかんねえな、よくわかんねえけど、まあ勝ちええだろいやもうね、よくわかんないっすよね正直。気づいたら右サイドばっか入ってたもんな。はい、っていうね。まあ守りがちょっと良かったか、トリトンでしっかりラムを抑えながらキング起動もできて許容もできてみたいなね。なんか無駄に防衛しすぎない、なんかおとなしくケツペッカして考える、おとなしく、まあ、ケツゴブジェイして考える、しっかり一回ケツにね、ペッカやゴブジェイ出すのが大事ですね。なんかゆっくりやっぱ形を組むのが強いので、なんか8枚ペッカ8枚ゴブジェイとかではなく、一旦後ろペッカね、これ大事ね。後ろペッカしてからゴブリンシュタインをまあ適当につけつつ考えればいいんで。それね嫌いなんですよ、この迫撃デッキ、スケバレだし。一旦耐えますか。迫撃ムードの、まあ、ゴブリンシュタインもいるかもねみたいなデッキだね。いやいいよ、2発ぐらいかな。これもペッカゴブジェ行くんで形組んだら勝てると思うんですよ。でディガーの枠かな、スケルトンバレルになって不確定要素ね、削れないからね、スケルトンバレルは。これセパレートは別に意味ないっす、そんなムーとかやるやだなぐらいで、なんかセパレートにしちゃったよね。
で、まあ、これも別に攻める気はないゴブジェです。その進化を回したかっただけ。はい、まずは進化を回す。で、一旦ここ相手が進化迫撃で本気でやりに行きたいサイクルだと思うんで、そこだけちょっとケアしたいな。進化迫撃だけ負け筋なんだね。まあ、ケツペもどうなんだろうって感じではあるが。まあ、これが進化ペッカだったらすごかったよねって話。まあ、相手はブラスターでペッカに強くしてるんで、まあまあ、アイスイズもいるしな。相手ガチだな。捨てます。左のが削れてた。これさ、ああ、いやー、もっと入ってほしかったな。ブラスターだから止まっちゃってんだろうな。やべ、タケコロ取れねえかも。カチカチコース生きてんの。じゃあマジでさ、これの悪いところは、まあ、ブラスターなんですよね。ナイスイズ。なんかこういうのにも、あ、ファイボットか。相手の呪文がさ、今回ファイブウッドだったんですけど、テンプレート柳目なんだよな。何ちょっと。今みたいになんか勝ち組んでたら気づいたら勝ってるみたいな、もうよくあるんだね。まあ、だいぶペッカメタ寄りではあったな。アイスイズミムとブラスター、ファイブウッドか。まあ、しゃあない。しゃあないね。もうペッカが本当に、いかれてるぐらいいるんでね。まあ、そこに勝つための、はい。手段としてね、ブラスターもまだまだいますよね。ゴブリンシュタイン、ロイホグ？ホグか。いや、わかんない。ロイホグかホグか、まあ、どっちもあるか。何も考えてないんですけど、まあ、ええだろ。はい、すごい位置のロケット押しだな。え、熱っ。キング起動。ありがてー。しかもなんならちょっとダメージ入ってる。まあ、ホグかな。クエイクだったんだね。一応ロイホグもあるけど薄いか。まあこういうのもおとなしく決定して考えます。これにユニットを添えてレイジを打つだけです。
変なことはしない。ケア来るかな。で、新カスケに令状としたいの。まあ、新カスケじゃなかったけど。ごめん、生まれろ。防衛うまいな。ねえ、もっと、ささっと欲しかったけど。さあ、まさかのね、普通のホグね。痛い。ネクスト進化ロケット方式。まあ、ケツペッカして本当にゴブジェイ組んでゴブリンシュタインもつけたら勝てるんじゃないかなっていう。で、意外となんか両サイ攻めが刺さる気がしてます。このなんか、よくわかんない。両サイシステム。でスキル発動してレジ打って大体ペッカもなんかね対応しなきゃみたいななってんですけど、でペッカは長生きなんですよねこいつ進化してるから、こいつ進化してるから長生きで、やっつけろ。おい、もっとやっつけてくれてもよかったけどね。でおとなしくケツペッカです。まあ右でもよかったね、延命来ちゃうんだよね。で、レージ打ってまあさっきとやったこと全く同じなんですけど、なんかもうなんか勝てるならいいかなっていう話。すごくない？すごいんだよ、ね、本当に。だからペックゴブリンシュタインゴブジェイヤノブレイジュだけで勝てるんだよね。ブラスターや、まあ言ったらほぼエリゴレやってることは、なんかエリゴレの防衛もできる版だ。防衛も強いよっていうけど、攻めも化け物そう簡単には止めれませんよっていう。エリゴレよりも害悪だからな今のペッカはね。進化ペッカとトリトンの組み合わせがな良すぎちゃうな。またゴブリンシュタインもか。あれだ、これなんだ、ペッカラムかな。おー取るね。一応この人はラバ使いではあるんですけど、なんかラバではなさそうすぎて。いやラバな。いやまあラバっぽいよね。でも一応チンポデッキやないですかお前ラバ使いがさエリゴレに変わることあんの？終わってんなじゃライドラがねおまずいよ。いやまあ全然可能性あるんだよ、全然可能性あるんですけど、しかもブラスターよ、終わってんな。ライドラマジやだ。いやー熱い、頑張れ。進化助がうぅ、やば終わった。まだヤナミいらんかったかな。
勘弁してよ勘弁してよ。ラバ使いエリゴリになってるよ。そいつがさ、ラバ以外使ってるの見たことないぐらいなのにさ。ペッカ狩りのブラスターね。ちょ、ブラスターマジいらねえな。おい、まあでも超加工されたブラスターでさえも使わなきゃやっていけないぐらいペッカがいるからね。そうなっちゃうんだろうな。仕方ないんだろうな。ブラスターがこんだけいんのも、まあ、ペッカのせいなんですよね。はいペッカを狩るためのブラスターなんだよね。ペッカいなかったら誰もブラスター使わないだろうな、ほぼ。タルババ、まあスケラかペッカラムか。おお、なんか逆サイドにしちゃったよねなんなんだろう、なんか逆サイドにしちゃったよね。縦の戦士があるからさ。え、もう一枚ぐらいいらんこれ相手。もう一発惜しいね。いやこれキンキしたかったけどな。悩みました。あー、なるほど。ペッカラムも最近もザップなんだね。あ、ちょっとめんどいな。ライトニングタルババザップか。ベビードラゴンどうやってしばこうかな。やばい、これこの辺で一番いらないスキルきた。まあなぜ突破できたかはね、難しいよね。誰にも分かりませんよ誰にも分かりません。進化ペンクがただただ強かったんじゃない、っていう話ね。え、これやばいよな今なんか相手のね、ペッカはすんなり止まったけど、俺のペッカゴブチェはなかなか止まんないよと。相手にも盾の戦士いたけど関係ねえがんな。進化ペッカでレイジでやなめでぶっぱするだけだからな。さあ枯渇、いやもうブラスターやばい。2試合に1回ブラスターなのめんどすぎん。仕方ないかペッカ使ってんだから仕方ねえんだ。いやブラスターにも勝ちたいよな。こんなに多かったっけっていうぐらい増えてんな。でもさすがにインチキダメ。まあ、やなめ打ってもよかったな。今なんか打っても良さそうな感じだったよな。キアが良すぎる。まあ、やなめ打ってたらさ、ワンチャン終わってたかな相手。手前なの黒だろ。たまたまか。まあこのゴブジャイは捨てたっていいな。進化を回しただけ。このプリンちょっと美味しいな。
防災ってこれにコスト使わなきゃいけないし。え、流れが来てる。オーバーヒールある。こっからね。え、木は引っ張ってほしい。もう削りすぎだな。じゃ深海スピナー。まあそんなの知らねえよ。じゃあペッカだし。やべ、強っ。マジすごいなこのデッキ。本当にさ、みんな思ってると思うんですけど、このデッキすごくね。おもろいグレー強えよな。そのさ、知ってはいるけどさ、強えのグレー、おもろいグレー強えんだよ。いやマジのブッパ成功したわ。気持ちいいな。されたらマジ発狂だけどね。してやるかんなこっちが。あーブラスターね。いやマジ結構いるね。本当に結構いる。おいしい。まあまあ関係ねえんだよな。俺は組むだけだから。俺はやるべきことをやるだけなんだよな。俺がすべきことをやって、刺さったら勝ちだし、刺さんなかったら負け。複雑なことはしない。弱すぎる。逆にこれでさ勝てる可能性があるのがね、すごいよ。すごいね。かわいそう。痛い。いいね。いいダメ入ってる。縦線まで行っちゃってもいい、よかったけど、まあまあまあ冷静に、まあ、レイジとかでもよかったけどね。これだけでも相手だるそう。はいはい。あー、あれだね、プリンスゴブリンの呪いレイジの枯渇なんで、まあ、負け筋はまあなんだろう、あんまねえな。縦の戦士でゴブリンバレルを守ったりすると、ゴブリンの呪いからのレイジでゴブリンパーティーされちゃうんで、そこだけケアかな。早めのね。まあ進化バレルもプリンセスタワーなんでね、ちょっと気楽だな。許容して、はい、始まりました。天国始まりました。まあクララには許容というものがね。本当になんか幸せですよ。マジやばいよな。おもろすぎる。でこうなったらね、ヤナメレイジヤナメみたいなんだもん。呪い使ってたか。ちょっとだけなんか怖かった。やばい、なんか天才がいる。てか見て、気づいたら終わった。気づいたら終わって、やばすぎる。まあそれがペッカゴブジェです。ことでね、本当にこのなんだろうな、イベントデッキかよっていうぐらい強いです。なんだろう、今すぐにね今すぐにこの辺全てを調整してほしいぐらい強いので、まあ、おすすめです。使いどっかなと思います。皆さんもぜひね、ペッカゴブジェやってみてください。じゃあ、おっしゃまたね。